内定取りました、4月から入社します、でも結局その先で自分どうなりたいんだっけ、株式会社ダイアリーがなくなったら、とことんやり抜いて圧倒的に結果を出す、うん、なるんだよ、あるあるなんだ。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は就活が終わった人の悩みをプロの方に解決していただこうという企画になっております。ということで、キープレイヤーの高田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は就活終わって内定出てる方の悩みに乗っていただけたらなと思ってます。ということで、今回の相談者の方、自己紹介お願いします。はい、筑波大学修士2年生の松原です。去年高野さんに就活の相談をさせていただいたんですけど、あの動画をきっかけに旬ダイアリーでインターンをすることになったんですね、なんですけど、今すごく悩んでいて、っていうのは何の前のレパートリーだ。正解になってきそうだね。わかります。そうですね。なんかなかなか異国語の技も調達しないし、かといって他の技もないしっていう悩みが一つあるのと、もう一つの真剣な悩みとしては、就活は無事終えて内定はいただくことができました。でもすっきりした気持ちに全然なっていなくって、内定取りました、4月から入社します、でも結局その先で自分どうなりたいんだっけっていうのが本当に本当にないです。本当にないです。大事なことだから3回。別になくて大丈夫ですよ、みんなないからいいんじゃないですか。高野さんご自身の動画でも、好きなことを仕事にしないでいいっていうようなお話とかもしてたと思うんですが。そうですね、僕はカレーライス食べるのが大好きですけど、カレーライス食べる仕事はしてないですよ。映画とかも思いますけど、自分の能力じゃ無理だろうなって思ってますし、まあ全然いいんじゃないですか。将来の解像度みたいなものが高い人っていうのは、起業する人とかそういう人じゃないですか。一般的にはそんなに解像度高くても、入った後にじゃあこれやってあれやってって変わるわけですよ。でもアサインしにくくなるじゃないですか。確かにそうですね。営業って言ったのに、私経理の後に経費100で、その後は CXO 目指してますって言われて、いやうちは営業取らないからさ、営業やってよってなっちゃうから、だからあんまり営業持ちすぎてると会社ってまあ困っちゃう部分もあるんですよ、雇ってる側からすると。そういうと、今全体統括のディレクターやるのはすごく楽しいんですけど、もしかしたらもっと自分が本当にやりたいことがあって、それを全力でやることで自分も成長できるし、結果的に会社の成長にも貢献できるっていう最適解があるような気もするんですけど。あ、そうね、それみんな言うんだよ。あ、みんな言うんですね。みんな言うんだよ。あるあるなんだ。まあまずやってみればいいんですよ。で、結果が出たらもっとできるかもしれない。別にこれが最適かこれが最適じゃないかっていうのはやってみないと分かんないから、で会社としても一応これがいいんじゃないかなと思って面接して提案してアサインしてるから、全然向いてないと思ったらアサインする理由がないから、基本的にはある程度見て配属してるはずだから、それを信じて最初はやればいいんじゃないですか。まだ初めて2週間とかだから、3ヶ月とかスパンでやってみて、結果出たらもっと楽しくなるとかもあるだろうしね。A をやるのか B をやるのかで悩むとかは、あんまりそういう悩み方ではなく、 A を高いレベルでやるっていうことの方に集中した方がいいから、何をやるかよりもどれだけ結果を出すかの方がはるかに大事だから、とことんやり抜いて圧倒的に結果を出すために努力するってことが多分大事で、でやってみた結果全然ダメだったってなったら、それは別なことやるしかないね。そこはだからまあ見極めも大事、最初は見たら職員やればいいんじゃないかなって思いますけど。確かに今2週間やってるだけでも数々の失敗をしてきて、全然まだまだ完璧じゃないし、もっとできるしやってみたいこともあるので、まずはそれを頑張ってみるっていうのをやってみようかなと。そうですね。今の不安としては、例えば明日株式会社ダイアリーがなくなったら、私は何もできないなって思うんですよね。だからそれがすごい不安にあって、今はチャンネルディレクターができてるのもそういう土台があるからで、明日自分で自立して何かを価値を生み出しなさいって言われた時にできないんだろうなっていうのを分かりながら走ってるのもすごく不安です。まあ不安じゃなかったら危機意識がないってことだから、不安だってのはどれもいいんじゃないですかね。何か問題があって、何か問題でも、だって多分イチローとかも、いや今日も打てないかもしれないと思ってるとは思いますよ。なかなか分かんないけど、一番早く球場に行って練習してるって言いますよね。例えば今日やるべきことを全力でやることはできるし、やることも楽しいと思うんですけど、やりながらふと振り返った時に、大丈夫か私、このままでちゃんと将来個人で生きていける力つけられてるのかなっていうのが分からないので。素晴らしいんじゃないですか、それね。
ね、危機意識があってストイックな人でもっとやらなきゃいけないというふうに勝手に思ってくれるんだから、ありがたい方ですよね。いや、ちょっと待ってください。なんか難しく考えてるんですね。で、悩む前に、めちゃくちゃすげえなって思われるかどうかが大事じゃないですか。まず今できることを一生懸命やらずして悩むのはちょっと時期尚早というか、言ったら30本ぐらい打ったらやめますって言ったらみんな来てきてなるわけだから、確かに悩む必要ないんだ、たくさん打てばいいだけだ。仕事って結果を出して初めて信頼されるから、いい人とかは仕事でもいいみたいな、逆にいい人っていうのが最初に出てきたらビジネスの世界だと今終わりになるね。仕事ができる人、すごい人って言われないという意味だから、いい人って言われちゃってるってことは多分仕事ができない、できない人ってことだから、あの人いい人だよねって仕事の会話の中で言われちゃうと、最初にそれだけ言われちゃうとブブブって感じなんですよ。自分のことをちょっと考えすぎてるかなって感じじゃないですか。なんかこう自分と顧客、自分と会社っていうのがあるじゃないですか。これバランスがいいで、多分自分の方を見すぎてるんですよね。会社のために頑張るっていうのが強すぎて、自分のことを見失ってるから考えなきゃと思って、自分はどうなりたい、どうなりたいって思ってると思い込んでたんですけど、私はそうは感じなかったですね。まあ別に何も正解はないんで、私はそう思わなかったよっていうフィードバックですね。ことは、まずは会社でちゃんと成果を残す努力をもっとするべきっていうところですね。それだけですよ。それ以外のことを考えてる時間もないでしょ。いくらでもやることあるから。だからちょっと優しい口調でちゃんと思いついてくれる。真剣なゲームみたいなもんなんで、これができるようになったらこれこれとか、もうどん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 自分で作ればいいし、発注者とか社長とか、もっとないですかって聞けばいいから、そんなもん。自分のスタンスが間違ってるってことに気づきました。今もう自分が全力を出してる前提でなんか相談しちゃってたんですけど、そもそもその前提が間違ってるなっていう。本当にちゃんと成果もまだ出して、何も出してないし、実績とか数字で言えるようなものとか、分かりやすく端的に説明できるみたいに、ものを目指せばみたいな、数字で言えるのも大事、何でも数字で言えるから頑張れば、頑張ってるのに結果出ないし、もう嫌っていう人が多いと思うんですよ、実際のところ、だけどその頑張りは普通に客観的に見たらまだ頑張れる余地であったりとか、結果の出し方はいろいろあるから、もっと頑張りなさいっていうところですかね。なんか頑張らなくてもいいんだけど結果を出しましょうっていう感じではあるかな。成果出てないけど過程を見て満足しちゃってるっていうことを客観的に気づいたので、一般に自分の将来とか自分のことも考えつつ、まずは成果を出すっていうことにちゃんとコミットしきるっていうのをやらなきゃいけないなっていうことに気づきました。気づいたらいいんじゃないですか。結果で示して、いただければなと思います。頑張ります。無理せずね、はい、頑張らなくていいんだよ。あたかろさんの YouTube チャンネルをやっているので、下の概要欄からぜひチャンネル登録の方をお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。